皆さん、こんにちは、ふたまる、と申します。今回はラスボスであるレイブンビーク戦。これをカットして最後の、脱出シーンに行く方法を、お伝えします。今回も今まで同様に、バグ技を、多用しますので、よろしければ過去動画の視聴を、おすすめします。それでは早速解説に入ります。ですが、視聴者の方に今回の、バグについて、先に伝えておくことがあります。それは今回のバグはタイム短縮につながらず、ネタ要素が多めであること。そして、今回バグを紹介しますが、視聴者の方は絶対に試さない方がいいということです。理由は口述しますが、あくまでこの技は動画を見て、へえ、と思う範囲で、とどめておいた方が限りなく幸せだと思います。それでは前置きが長くなりましたが、今回のバグを紹介します。今回のバグを起こせる場所はハヌビアの右下の場所です。セーブポイントから右に進みエミーゾーンゲートに入り、そのまままっすぐ進んだ突き当たりの場所が今回のバグを起こすポイントとなります。動画ではそのポイントにたどり着きました。ここでバグを起こし、ラスボスのレイブンビークをスキップします。ここで使用するバグは、もはやタイムアタック界隈では常識となった。床抜けバグ&無敵バグです。この二つのバグを融合させて、画面矢印の場所の地面を、床抜けしてラスボスをスキップします。おそらく、いつものバグ紹介の時と、同様に、何を言っているのかわからん、という人が大半だと思いますので、ここを抜けると何があるのかを、まずは説明させていただきます。まずここを床抜けすると何があるかについては、ハヌビアのこのマップを見るとわかりやすいです。実は先ほど床抜けを行おうとした場所は下に道があり、本来はラスボス撃破後に、この惑星からの脱出パートとして、下から上に上がってくるときに使用する道となっています。そのため、ラスボス撃破前に、この道自体を確認することはできず、同時にラスボスを倒すまでは、絶対に侵入禁止の場所となっています。そして、この場所は不正に侵入し、下に進むことによって、とんでもない場所に移動することが、でき、それがラスボスのスキップにつながります。次にこの場所への実際の入り方についてですが、まず実際に動画で手順をお見せします。まずはいつも通り、エミーゲートを使って無敵バグを発生させます。その後は右に向かって、ダッシュをチャージし、床を抜けます。動画では素早く抜けてしまったので、スローでもう一度。まずは右に向かって、普通にチャージを行います。その後は右の壁に向かって、フラッシュシフトからのスライディング。そしてすぐに左に反転し、即座にチャージ解放、壁に埋まったら左にダッシュ命令。そして終わり際にスライディング。これで下に潜れます。動きとしては以上となります。ね、簡単でしょ？まあその通り、この技ですがとんでもなく難しいです。個人的には今まで行った、バグ技の中でもトップクラスで難しかったです。これ一回成功させるのに、3日ほどかかったので、日中の仕事を終えた後、家に帰ってから、この動作ばかりやるのはさすがに、辛かったです。正直このバグ技の動作は、かなり動きがシビアで、少しでもタイミングがずれると、床抜けせずに上でスライディングを、したり、そもそも右の壁になかなか、埋まってくれなかったりと、床抜けバグが苦手な私にとっては、かなり厳しいバグでした。ちなみにダッシュ命令をせずに壁際でスライディングをすると当然ゲームオーバーですし無敵バグを使わずに抜けようとしてもこちらも当然ゲームオーバーですそのため今回の動作はどれも欠かすことができない動きとなっておりどの動きにおいても適切なタイミングでボタンを押さないと成功しませんそのため時間もかかるしめんどくさいので視聴者の方は今回のバグを利用しないことをお勧めします。それでは床を抜けた後ですが、早速カメラがバグっていますね。これも通常では来ることができない場所に入り込んだ影響ですね。
そしてこの場所から左に進むと、本来であればラスボス撃破後の脱出シーンで通る道に出ます。このまま左に進みたいところですが、せっかくこんなところに来たので周りも探索してみます。右に行くとカメラが直り、敵がいることがわかります。ちなみにさらに来た道を戻ると、先ほどの場所に戻ることができます。床を抜けるのは難しいですが、逆は楽に戻れるようですね。これをやるとラスボス撃破前に最後の脱出シーンのマップを少し埋めることができます。しかし当然元の場所に戻ってきてしまったので、再度下に行くにはもう一度同じバグを起こす必要があります。皆さんは苦労してバグで床を抜けたら、絶対に探索などをして元の場所に戻らないようにしましょう。はい、再び抜けることができました。今度は戻らないように左に進みましょう。なお、この場所でいるボタンを押したりするとカメラがバグります。やはりここに今来るのは相当におかしな状況ということでしょう。では今度こそ進んでいきます。本来であれば脱出時にはメトロイドスーツのハイパービームでブロックをガンガン壊しながら進みますが、不正侵入したため当然そんなものは持っていないので、脱出時には本来あまり使うことのないスクリューアタックとパワーボムでブロックを正攻法で破壊しながら進んでいきます。ハイパービームを使わずとも進めるということは、やはり任天堂はこのバグを予測していた。そして先に進むと、なんとラスボスをイトラッシュで撃破した後のイベントが発生します。本来ここのサムスはメトロイドスーツを着用しているので、ノーマルスーツでこのイベントが発生するのはかなり異質ですね。というか、このスキップを使うとラスボスと直接対峙した瞬間にラスボスがただ X に寄生されるだけという、なんとも間抜けなイベントになってしまいますね。そしてこのシーンもハイパービームがないので、ウェーブビーム連打で乗り切るという本来では絶対にありえないバトルになります。ここはそこそこ頑張って連打していますが、敵が首を振るせいで結構当たっていない時があります。ハイパービームはボタンを失敗でビームを発射できるので楽でしたが、それができないと普通にやられてしまいますね。まあ、ノーマルスーツで負けるという貴重なシーンも見れたので、次は倒しましょう。ここで残念なお知らせがあります。本来であれば X に寄生されたラスボスに負けると先ほどのイベントシーンからやり直しになるのですが、今回は不正にイベントシーンに乗り込んだので、直前のチェックポイントが更新されておらず、最後にセーブしたところからやり直しとなってしまいました。ということは、つまり先ほどのバグやり直しです。もう本当に苦手で苦労してバグを成功させても簡単にやり直しになってしまいます。しかも得られるものも特にはないバグなので、視聴者の方はこの動画を見るだけにして絶対にこのバグを試さないことを推奨します。でないと私みたいに数日間このバグを起こすためだけに苦悩することになります。試してみたい方がいても安易な好奇心でなく、このバグで数日失う可能性があるという心構えで挑みましょう。というわけで戻ってきました。成功シーンはスイッチの保存容量の問題で録画できませんでしたが、壁に体が埋まる惜しいシーンを保存し続けていたらアルバムがいっぱいになるぐらい試したとだけ言っておきます。それでは再戦しに行きます。それでは再戦です。再度連打勝負になりますが、特にコツというものもなくひたすら連打し続けるだけです。と言ってもここのボスはウェーブビームだと相当に硬いので、かなり気合を入れて打ち続ける必要があります。わかる人であればマリオパーティの連打系ミニゲームをやるときぐらい本気で連打する必要があります。本当にギリギリ撃破できましたね。ここがこんなに難しいと思ったのは初めてです。
そしてこの後は X を撃破しますが、ここではハイパービームを放ちます。これをさっき使ってくれれば、あんな苦労することはなかったのになぁ。とにもかくにもメトロイドスーツなしで、ラスボスを完全撃破しました。あとはノーマルスーツのまま脱出するだけです。というか、床下を進んだら、いきなりボスが規制されてて、それをボタン連打で倒したら、いきなり脱出しなければなくなったって、いくらなんでも急展開すぎますね。さて、このままノーマルスーツで脱出を行いますが、ハイパービームがないので、道中のブロックは一つずつ正規の方法で壊して進んでいきます。3分という制限がある中、適切な武装を見極めながら進んでいくのは、本編にはない面白さがあります。そして、ノーマルスーツで脱出を行うと、わかることがあります。それは先ほどからも少しお見せしていますが、この時の敵は、メトロイドスーツでなくても、触れるだけで倒すことができます。この事実に気がつくまで、脱出時の敵が一撃で倒せるのは、メトロイドスーツが強すぎるため、体当たりだけで敵を倒せるのだと思っていましたが、実はそんなことはなく、ただ脱出時の敵が、とんでもなく弱いだけだということがわかりました。私はこの事実を知って、メトロイドスーツの格が少し下がった気分になったので、もしかしたら知らない方が幸せだったのかもしれませんね。それにしてもこうしてみると意外と、スクリューアタックやパワーボムを、使う場所が多いので、ノーマルスーツだと脱出にかなりの、時間がかかりますね。特にパワーボムは使用できる回数も、少ない武器となっているので、もし道中で X からパワーボムを、回復できなかったら途中で、積んでいた可能性もありました。本来のメトロイドスーツであれば、X から武装を回復する必要がないので、ここで武装を回復できるようになっているのは、もしかして、と言っている間に最後のところまで、来ました。ここから左に向かえば脱出まで、あと少し。でしたが最後の関門が待ち構えていました。脱出ルートに向かうための、大きなゲートですね。本来であればハイパービームでここを、破壊することができますが、今の状態では持っていないので、先に進むことができません。他の武装やバグ技で進もうとしましたが、それも無理でした。まあ、この武装で突破できるのであれば、わざわざ床抜けをせずに先にこちらに来ればいいですからね。逆に言うとここをハイパービームなしで突破できるのであればタイムアタック的には、長がつくほど短縮になります。私もいろいろ探ってみましたが、最後のゲートだけは突破する方法はわかりませんでした。今後の研究に期待ですね。そういうわけでここで完全に罪です。あと数秒間、脱出できずにもだえるサムスを、ご覧ください。ここで時間切れになると通常通り、ゲームオーバーとなります。しかし、ここでコンティニューを押すと、脱出時からやり直しになります。しかもしっかりとノーマルスーツのままで、ここは倒した後のチェックポイントは、しっかりと、保存されるようです。当然ながらこのままでは脱出することができませんので、何回でも脱出失敗エンドを、見ることができます。こうなったらもうセーブデータからやり直すしかありません。というわけで今回のバグとその検証は以上となります。ここまでのご視聴ありがとうございました。当チャンネルではメトロイドドレッドの動画を投稿していますので、よろしければチャンネル登録または過去の動画を見ていただけると嬉しいです。それではまた。